照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。甲子園球場からお伝えしてまいります。阪神タイガース対広島東洋カープの一戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、今日はエースが登板です。エースとして求められるピッチングというのはどのようなものなんですか？まあ当然1点を争うような勝負になるでしょうから、お互いどうやって攻略していくのかに注目したいですよね。そうですよね。さあエースの登板です。まずはタイガースのエース西が甲子園のマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。バッターは野間。さあゲームが始まろうとしています。注目の立ち上がり。最初は変化球できました。ボールになります。低め、落ちるボール決まりました。改めてお聞きします。この野間、どういったタイプのバッターでしょうか？いや、やりにくいバッターですよ。普通なら手を出してしまうボール気味の球も見極めてきますからね。そうですか。打ちました。これはどうだ？センターへ抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターは菊池。そして塁上には野間。まあ盗塁もありえるんで注意しておきたいですね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。バントの構えを見せてきました。ここはゴロを走ってきた。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。これでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーをインサイド打ち上げました。打球はセンターへ。セカンドランナータッチアップ。さあそして打席には小園が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあやはり先制されるのは避けたいですから、しっかり集中したいですよね。なるほど、そうですよね。高めのボール打ちました。詰まりながらも右中間へ。さあバックホームするか。これは先制のランナーが帰ってこれそうだ。タッチアップ。サードランナースタートを切る。サードランナーホームイン。カープ1点を先制しました。犠牲フライを決めてきました。1対0。序盤から試合が動いていきます。ご覧いただきましょう。先制点は犠牲フライで奪われてしまいました。まあもう少し長打を警戒して組み立てをしてもよかったでしょうね。犠牲フライで先制点を取られています。バッターボックスには4番堂林。タイガース初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子を上げていってほしいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。引っ張った。さあどうだ。このフライはどうだ。落ちるか。ホージー抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回カープ犠牲フライで先手を取りました。1対0。カープ先制です。1回の裏タイガースの攻撃です。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますカープはご覧のような守備陣です。カープマウンドに上がるのは先発の大瀬良。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。力
本が打席に入ります。さあカープもエースが登板ということになります。さあそのエースをタイガース打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。打ちました、高いバウンド、サードゴロ、サード取った、先頭バッター出ました、タイガースノーアウトランナー一塁です。さあ一塁には同点のランナー、バッターボックスには中野。まあここはバントも十分考えられますよね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。小宮山さん、バントを阻止するにはどういった配球が有効でしょうか。バッターからするとインコースの高めに速いボールっていうのは一番やりにくいということなので、そこにコントロールできるかですかね。なるほど。ランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功、きっちり盗塁を決めてきました。そうですね、いい走塁でしたね。これでヒット1本で追いつかれてしまいます。送りバントだ、左方向へ転がした、ピッチャー取った、一塁アウト、見事送りバントを決めました。ワンアウトランナー三塁。初球打ち、面白いところに飛んでいる。さあ同点のランナーがタッチアップ、サードランナーがホームに帰ってきました。コージー、きっちりと犠牲フライを決めました。試合は振り出しに戻りました。さあご覧いただきましょう、犠牲フライで同点に持ち込みました。犠牲フライでランナーが帰ってきています。4番バッター大山、タイガース犠牲フライから同点にしています。小宮山さん、ここに来てちょっと予想外でしたね。知らず知らずに力が入ってるんでしょうね。そうですね、一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。高め打ちました、ファウルになります。外に決まりました、あっという間にツーストライクです。打ちました、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになりました。ランナー出ました、タイガースです。2アウトランナー1塁、5番バッター佐藤、ヒットでランナーを1塁に置いています。インコースストライク、アウトコース外れました。インコース決めてきた、ワンボールツーストライクです。打ちました、これはどうか、センターに抜ける、タイガースチャンスになります。ツーアウト二塁一塁、打席には6番バッター森下、タイガースこの回1点を入れています。さあ同点に追いつき、なおも一打勝ち越しのチャンスです。初球から際どいコースをついてきます。取った、そのまま二塁に入ってスリーアウト。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました。1回終わって1対1、タイガース同点に追いつきました。2回の
さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。初球打ち、この当たりはどうか。ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあタイガース勝ち越しのランナーを背負った場面です。まあリードを奪われると展開変わってきますから、ここは大事にいきたいですね。うん、そうですよね。まあピッチャーの彼がこういった状況でよく打たれることがありますからね、ここは自信を持って投げ込んでほしいですね。はい、さあこのピンチ切り抜けられるでしょうか。次が2球目、バントしました。あっとフライになった。ファウルボールです。低め見ました。ボールです。二塁ランナーを気にします。タッチもセーフ。ここは見ます。これでスリーボール。決まった。インコース高めの球、フルカウントです。さあバッテリーは何を選択してくるでしょうか。さあ6球目は何か。このピンチ空振り三振に切って取りました。まず一つアウトを取りました。ランナーは変わらず二塁です。まあ今の組み立ては狙い通りでしょうね。まあまだ得点圏のランナーを置いた状態ですから、無失点でこの回を追いたいですね。そうですね。さあこの場面でバッターボックスには7番の矢野入っています。変化球打った。セカンドの左掴んだ。一塁アウト。ツーアウトランナー三塁とかあります。さあそしてバッターボックスには相澤が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。まあ主導権を握られないためにもこのピンチをしっかり出したいですね。なるほど、そうですね。さあまず1球目、ここはこのバッターと勝負するようですね。そのようです。ここを歩かせて次のバッターと勝負した方が良かったと思いますね。ああそうですか。外の低め見極めます。もう一球アウトローへ。ボールになります。低め、これは外れた。あっさりと追い込んでから粘られ、フルカウントとしています。切れました。ファウル。フェアならば勝ち越しかというところでした。このピンチ見事三振を奪いました。バッテリー三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。ご覧いただきましょう。最後は三振で勝ち越しは許しませんでした。まあそうですね、とりあえずですけれども、まあなんとかといったような感じですかね。勝ち越しのチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。1対1同点です。2回裏に入ります。7番から始まるタイガースの攻撃、バッターは梅野。タイガース同点で迎える2回の攻撃です。初球ボール、
大きく外れてボールです。ボール先行です。さあ3球目は何か。内へ食い込む変化球、ストライクです。